どうも始まりました。こんにちは。今日はこの素敵なスタジオで、そしてスペシャルゲスト、カージアンの北田俊和くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カージアンの北田くん、まあね、もう皆さんも当然ご存知だと思いますけども、素敵なエフェクタービルダーさんでいらっしゃいまして、はい、エフェクター作るだけじゃなくて、こういうボード、これね、北田くんが、そうです、作ったボードが今日ここにあるんですけれども、あのプロのね、現場にたくさんのボードをこうやって組むお仕事もされているので、今日はこのボードを作るノウハウを、はい、もうギャンギャンバッチリギャンギャン引き出してください皆さんにお伝えしていきたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、じゃあ始まりましたけれども、まずね、ここそうなんて素敵なスタジオでしょう。今日はですね、あの MSSP さんとか普段あの撮影されてるこのジムエンターテインメントの、めっちゃ緊張っす。あら動画が好きで、もう仕事中とかも毎日もう見てて、ファンムーブかましながらちょっと僕は行こうと思ってますそしてここにあるボードがですね、 MSSP でもあのベースのサポートをされていたり、 そしてこのジムエンターテインメントの、まあ、代表でもある渡辺康之さんのボードなんですよ。今日あのベーシスト兼そう会社のもう代表社長さんですね。じゃあちょっと早速ボードについて、もうこっからは北田くんタイムですよ。なんでボード組むんですかね、世の中の人は。いや、まずまずそのボード組まずに持っていった時に、うん、セッティング、うん、これをやるとすごく時間がかかる。タイムイズマネー。おー、このボードがあれば、はいはい、こうドンって置いて、はい、電源インアウトね、3箇所させば完成っていうのが一つまず大切なこと。ですね。でもう一つが、うんうん、DC ケーブル挿したけれども電源つかないとか、うん、パッチケーブルなんか調子おかしいとかな、うん、可能性はあるじゃないですか、はいはいはい、そう、これね、もう固定されてるんで、そういうジャック類が傷まない、動かない、そういった形でボード作るとトータルで、まあ、もちろんその音色も含めて固定されるんで、しっかりとそのライブの時に自分の音を再現できるっていうのが本当に重要だなって、環境も含めて再現できるっていうのが、うんうん、僕はボード作る、まあ、一つのいいポイントってやつですね。そうそうそう。じゃあ、中身ちょっと行きましょうか。はい。じゃあまずどっから行きますかね。こんだけ広々。そうですね。どっから行きますか、北田君。貯めるな。電源で。電源。あ、プロやな。クロートやな。電源から。だってみんなね、行きましょう。入り口から入ったりするじゃないですか。違うんです。裏切ると。電源。俺は裏。あ、ごめん。はい、どうぞ。電源行きましょう。うん。電源なんですけど、うん、まあ、僕めっちゃこだわりあるんですよ。はい、わかります、はい、こだわり。いや、もうこんな雑な振りだめっすね。いや、いいよ、わかる。俺は君のことなら何でもわかる。じゃあどうぞ。左上に、違います。そう、まとめるはまあちょっとね、そんなの常識じゃないですか。はい、じゃなくて、失礼しました。インレットついてるやつ、こう2つあるじゃないですか。インレットと、この AC アダプター用の端子を挿す、うん、ここ、はい、これがついてるものが2つあるんですけど、うんうんうん、普通は外に出して、まあ、ダラーンとした状態で使うのが普通じゃないですか、うんうんうん、まあ、要するにそのためにあるんで、うんうん、でも僕は例えばこういうのも外に出すのかっこ悪いじゃないですか、うん、なんでこういうコンセントついてるタイプだけじゃなくて、こいつもこうやって短いコンセントでこうやってつないで、そうで1個挿せば全部つく、そう、そうすることでやっぱりその、ね、はい、現場でのリスクって、まあね、それはね、気持ちいいですよ。そう、ちなみにこれ、そこにこの AC 系の電源があって、このストライモンのやつがここに2個いる、はいはいはい、これは、いや今ちょっと思ったのが、このフリーザトーンさんの電源でも、DC 電源がバーって出せるものも売ってますよね、はいはいはい、じゃなくてこれにしてる理由は、ちょっとこのあたりをコンパクトにまとめたかったっていう、まあ、その物理的なとこもあるんですけれども、うんうん、まあ、このボード見ていただいて分かりますか、数が足りん、そう、足りない、はいはい、で、まあ、こいつだとかなりコンパクトにまとめて、でしかもストライモのオハイって1つ 500mAh もいけるんですよ、こいつって、うん、ほう、一口 500mAh、 あら、相当ですね。そう、 500mAh ってもうデジタルのね、デジタル、そうですね、あの機器も全然対応できるぐらいの余裕が、普通のアナログペダルで多分 32mAh とかその程度なんで、うんうん、こういう例えばこのフューチャーインパクトとか、うん、例えばこのフリーザトーンのとか、うん、このぐらいのサイズ感で動かせるっていうののために別途用意してるっていうのがあります、ね、なるほど。あとはやっぱ音が良さそう、かっこいい見た目もね、大事だし、そうです、なるほど。
どういう経路で行ってるかって話したいです、ね、じゃあその経路&何のエフェクターかを、はい、教えてください。オッケーです、オッケーです。じゃあまず、うん、まあ、そこからあのインで入ってきます、ね。ジャンクションボックスに入ります。はいはいはい、今回そのちょっと特注で作らせていただいてて、カージュン作のジャンクションボックス。そうですね、うん、ジャンクションボックスで MSSP さんのライブって、うん、ワイヤレスを、うん、まあ、あのちっちゃいの使わずにかなり大きいやつしっかり使うんですよね。はいはいはい、会場では。そう、会場では。うん、でも例えばゲネとかそういう、うん、まあ、リハーサルスタジオとかではまあそういった環境、うん、まあ、用意できなかったりする場合もあったりして、うん、まあ、コンパクトに必要な時にこれをそのままあの、うん、動かせるようにしてあるんです、うん、で面白いのがワイヤードの方のケーブルを抜いたらワイヤレスが動くようになってる。なるほど、わかりました。この今の説明、あのジャンクションボックスにギターとかベースからグサッて刺すとそっちが有効になって、抜くとワイヤレスが有効になる。そういうこと。ジャンクションボックス、そう、自動で。あら、できる男は。まあ、あと僕個人的にこだわってるのがやっぱりその、うん、ラベルを貼って分かりやすくするっていうのは結構こだわってます、ね、なるほど。でここが僕大好きなとこなんですけど、この色見てください、うん、何 色見てください。これ黄色ものを意識している。いや違います。そんなボケいらないです、まあ、いやいや、これ MSSP カラー。あかんやつだ、やってもうたやん。う、愛があるんだね。 そこに。でしかもそれナブさんに伝わってたの？いや言ってないです言わずに勝手にやったんで、あの嫌がられるかなと思ったんですけど、まあ、なるほどね、何も言ってこなかったんで OK かなと思って。なるほどなるほど勝手にして。なるほど。でこのロージャーメイヤーの RM58 リミッター、うん、はい、リミッターですね、まあ、コンプレッサーリミッターって感じですね。そうですね、うん、これ多分あの58コンプってあの、うん、アウトボードのコンプあるじゃないですか、うん、あれをちょっとイメージした感じコンプ、はい、これはあの非常に高級なコンプですね。そうですね、はい、高級なコンプです。あ、スイッチャーに行く前にもうコンプに入る。そうなんですよ。これを、まあ、薄くそのあんまりね、うん、あのアタック感とか損なわれない程度に軽くコンプをかけます、うん、かけて、そしてでそのまま次はそうですね、スイッチャーの方に入ってきます。でまずここに入ってきて、うん、でこのスイッチャーってその8ループあるのかな、最大、うん、8ループあるので、でしかもチューナーアウトもついてるんですよ。なんでまずチューナーアウトを別途ここに出しますと、うん、でその後1ループずつあるんですけれども、うん、前半にモジュレーション、モジュレーション、はいはい、例えばローパスフィルターですね。これローパスフィルター、はい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 、はい、のフィルター系、フィルター系を通して、うん、で次にこのフューチャーインパクトのちょっとこうシンセベースシンセを、うんうん、まあちょっと順番はあれかもしれないですけど、うん、そういうのを通って別々のループに入ってて、そういうことです、はい、あ、では思い出しました。まあそれと、うん、その前にもう一つコンプあったんですよ。もう一つコンプ、はい、実はここにある FEA かな、うん、このコンプはこれ初めて見るな。そうなんですよ、コンプの後にこのコンプがちょっとまあすぐ近くにあって、はい、あのループ1かな、ループ1にあって、うんうんうん、例えばスラップする時とかにバチバチにかけたい時とかにこれを入れるとコンプ2段掛けになるんですよ。なんでこれはどっちはね、ナチュラルなお仕事で、こっちはもうかなり音色攻めた、うん、なるほど、音作りとしてのコンプ。そうです。でその後に僕こだわりなんですけど、うん、こだわり1個ループ余らせてるんですよ。出た。そう、皆さん意味わかりますかね。これ1個ループ余らせてる、あの余ってて何にもつながってないっていうわけじゃないんですよね。ないじゃない。そうなんですよ。どうぞ。でこのスイッチャーのループだから今 1,2,3、うん、バンク4ですね。4のループをこのセンドリ、あのジャンクションボックスのセンドリターに入れてるんですよ、はい、あのジャンクションボックスに今穴がこう2つ開いてて、そこにセンドとリターンをつないでおく。そうです、そうです、はい、すると、うん、このペダルだけちょっとレコーディングで使いたいなって時とかあるじゃないですか。今日はワーミーを踏みたいと。そうそう、そういうことです。今日はちょっと誰々の借りてきたあのモジュレーションのエフェクターをつなぎたい、コーラスとか時に、うん、ここに差し込むことができるんですよ、はい、もう何でも任意に。これはもう僕もやってますし、めちゃくちゃね大事ですね。そうなんですよ、うん、で、まあ、僕はさっき言ったその空間の間とで次から歪みセクションがあるんで、どっちも対応できるようにしたかったんですよね。例えばその空間というか、いわゆる位相系を差し込んでも、うん、その後に歪みもかけれますし、逆に歪み系を入れれば、うん、その位相系があった後にできるみたいな、はいはいはい、なるほど。なので4つ目を開けてる。そう、真ん中を開けてる。後ろでも先頭でもなく、ど真ん中を開けるっていうのは、なるほど、まあこだわりですね。でその後にこう歪みが3つあるんで、うん、これはローゲイン、まあ、ミドルゲイン、ハイゲインって形でちょっとその歪みの量で分けて使ってらっしゃるみたいなんで、うん、それを3つ置いてます、うん、これでまあ、これ鍋さんからのオーダー。そうです、使ってください。多分その基本的に全部鍋さんから使いたいっていうのは、うん、なるほどなるほど。でそれでこのライン6の、うん、HX ストンプですね、うん、こいつをループ8に最後に置いてます、うん、まあ、なんで、まあ、ベースってまあ、そんなに空間系使わないんですけど、うんうんうん、例えばまあちょっとこうディレイかけたいなとか、うんうん、リバウブでちょっとこうふわっとしたいな、雰囲気出したいなっていう時に、そう、最後のループ8でこいつをかけるっていうことができます、うんうんうん、
あれ EQ は？そうなんです。最後にこのマスター、一応マスター EQ になってるんですよ、これマスター EQ。 はい、マスター EQ とは、まあ、あの最後の、ね、ちょっと最後に全部やっぱり最終的なね、あの音色調整ですね。そうですね、あの、まあ、ちょっと今日はこの現場はちょっとローが回ってるから、ローをちょっと切って出そうかだとか、ね、最後に EQ を置いて、はいはいはい、であのボリュームペダルを通ってアウトっていう形になります。なるほど。これボリュームペダルはじゃあ最後に。そうですね、まあマスターボリュームってわけじゃないですけど、まあ、一応そういう形の扱いとして音量調整として使えるようになって、はいはい。じゃあディレイとかよりも後にいるから、もうこれやると全部消える。そうです、全部消えるっていうポジション。はい。すごい、かなり完成されたボードですよね。夢があるな。そう、夢が詰まっとるやん。だってシンセもあるやろ。そうそう、歪みも3段あるやん。そうそう、で PA との会話もできて、会話もできて、なんやこれすごいやんね、うん、で、まあね、こう突っ込んでよ。あの、僕そんな安いボケに安いボケには乗らないんでここどこだと思ってるんですか。すいません、すいません。はい、まあそんな感じで、あのボードの方の流れはこんな感じになってます、はい、ボード作るときにいきなりペダル買って、うん、実際にはボード並べるってするのって、うん、実はすげー多いリスクがあるんですよ。なるほど。並べたら入らなかっただとか、物理的に、はいはい、とか DC の端子が足らなかった、パ、うん、ッチケーブル足らなかっただとか、あとよくあるのがジャック分を想定してなかったみたいな、ね、あ、そうそうなんです。筐体のサイズだったらいけると思ってたのに、そう、などなど、そういうのがあるんで、はいはいはい、パソコン上でちょっとテストしながらやるっていうのは結構こだわってますね、うん、なるほど。ソフトで実際にこれのもう実寸サイズで並べて、ね、でジャックの出る部分とかもちゃんと計算して並べるっていうのをやったりします、うん、クライアントさんと綿密に打ち合わせすることもできるんですよ。これでいいですか、これでいいですか、あの、ね、サイズ感、踏む場所もね、あとペダルの利き足とか、よく踏むエフェクターだとか、そうそう、これを前によく踏むのは前にだとか、うん、まあ、例えば足のサイズ的にこの幅でいけるのかだとか、うん、干渉しないっていうのは事前にね、はい、テストしてるっていうのはかなり重要ですね。あと会場で置けるかとかも結構ね、話したんですよ、はい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 、このサイズいけるかとか、いけるかね、そう、ステージ上に置けるかとか、だからそういうのとかも踏まえて、うん、やっぱりあの事前にあのテストするってすげー大切でしたね、うん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 、なるほどなるほど。イラストレーター持ってらっしゃらない人は、はいはい、例えばあの新聞紙、新聞紙とかをバーって広げて、それを、はいはいはい、あの買う予定のボードの大きさに切って、でエフェクターもあのサイトで見ると、はい、大体あのそうですね、サイズが書いてあるので、一旦もう本当にね、紙を切って置いてみる、はいはいはい、持ってるエフェクターもボスの違うボスのエフェクターだけど、まあ、サイズは一緒なん で、 そうです、ね、置いてみるってやると分かりやすい、あの分かりやすいですね。例えばそうですね、まあ、今のは本当パソコン上ですけど、実際やるならそれの方が多分早いですし、いけます。次はじゃあ貼る作業ですね、ペダルを貼っていく作業、まあ、つける作業、うん、貼りますな、はい、ボードにちゃんとこうペダルが一個一個貼り付いてて、例えばこう縦向けようが何しようが落ちない、まあ、落ちないように固定するんですけども、固定の方法、そうなんです、うん、で、まあ、マジックテープ、要するに布にフックのついてあるやつ、うん、ベリベリベリってやつ ね、 よくある、はい、まあ、コストもいいですし、うん、すぐ剥がせるんでいいんですよ、うん、でも、うん、例えば、うん、そういうスイッチャーだとか、こういう足でよく踏むものだとか、はい、例えば、うん、よく抜き差しするもの、うん、こういうものとかっていうのはかなりがっつり固定しないと、うん、もう動いちゃうんですよね、そうですね、っていうので実は結構強力なテープを使ってます、はい、で工作系やってらっしゃる方だったら知ってらっしゃる、はい、あの 3M って呼ばれるものの、うん、デュアルフックテープって呼ばれる、はい、もうどっちもフックになってるテープがあるんですよね、はい、あのオスメスとかないやつ、ね、そうです、どっち も、 あのもう両方フックになってこうガバッて引っつく、そうなんです、あれですね、あれをやってるんですよね、うん、あれするともう本当に取れないんですよね、はい、例えばちょっとね、あんまり動かすとあれなんですけど、今井さんこれちょっとこれ持ってボールペダル、はい、ちょっと多分ボードが動きます、あ、もうがっつりやね、そう、そうなんです、がっつりやね、何も動きません、何も動かないんです、はい、例えばこういうのってもうライブ中、うん、足元見ずにガッと踏みに行ったりすることってあるじゃないですか、うん、中に、うんうんうん、ベリッて剥がれたらもう大事故じゃないですか、そういうの、あのオスメスのマジックテープはやっぱりどうしてもこうね、ちょっとこう遊びがあるというか、で今言ったその 3M のやつはもうがっつりやからね、いつものオスメスのテープ感覚数つけるとビャーって貼っちゃうと、これはもうマジで取れなくなるので、本当に取れなくなって、あの今僕ねここからちょっと見えてるんですけど、このスイッチャーもあの8箇所ですか、はい、これはいや、あのまあもうちょっとちゃんとこう 4箇所をちょっとラインで止めてる感じで、ラインで止めて、あの、はい、ちょっと注意事項としては、前面に貼ると大変なことになる、
一生剥がれない。そうです。あと、まあ、これちょっと続きの話なんですけど、うんうん、こいつめちゃくちゃ高いんですよ、このペダルのやつって。あのテープの値段ね。そう、高い、ね、10倍近くするんですよ、リアルに。なんで軽いやつは僕もマジックテープにしてるんですよ、うん、はい、ボード作った後にやっぱ入れ替えたいなとか、うん、こういうのはもう簡単にほら、だから使い分けてる。そういうことです。がっつりやのやつとあの普通のマジックテープのやつ。そうです、そうです。なるほど。まあ、あとケーブルのことをちょっと触れますか、うん、せっかくなんで。パッチケーブル、はい、パッチケーブルとあと DC ケーブルなんですけど、うん、ちょっとこだわりポイントが一つありまして、うん、例えばこの DC ケーブルをかゆませてくるっとさせてやってるの分かりますか、うん、はい、これってすごく大切で、はい、ギッチギチにやっちゃうとワイヤーに負荷がかかっちゃって痛むんですよ、うんうん、なるほど。これは普通もうまず上向きに出したいところを、ね、ちゃんとこう一旦回して、はい、はい、でこれの面白いところが、うん、あの例えば違うペダルに変えた時にも、うん、ある程度長さに余裕があったら DC の位置ってあのどのペダルでも一緒ってわけじゃないんですよ、はいはいはい、僕と今西さんのペダルも全然 DC の位置が違うと、それと一緒でやっぱ変えた時にあまたつな足りないから作り直さなきゃってなったら、はいはいはい、まあ自分で作ってる分にはね、まあうん、まあまああれですけど、いやでもそれでもめんどくさいから。そうめんどくさいですね。でコストもかかるじゃないですか、うんそのね、作り直すと、うん、なんで少し余裕を持たせてやると、うん、入れ替える時にもある程度そのバッファーを持たせることができるというのがあります、うん。はい先生質問、はいはいはい、あのソルダーレス使ってるじゃないですか、はいはいはい、ソルダーレスってあのソルダーってハンダレスは使わないっていうんでハンダを使わずに、まあね、最近流行りのこう刺せばつながるっていうもの、これでハンダでつながってない分抜けやすい音が止まりやすいこともあるじゃないですか、はいはいはい、まあそういうのよくある。それへの対策って何かやってるんですか。まあ、こうちょっと見ていただいたら分かる通り、うん、ケーブル帯っていうのでしっかりと止めてますね、うん、こういう風に100円ショップで売ってる1本1円のやつ。そうですね、1本1円のやつで、でしっかりと止めることによって外れないようになって、うん、見栄えも綺麗になりますし、うんうんうん、そういうのでちゃんとやってますね。これなんか作る時の工夫ってこう断面をめっちゃこうやって切るとか、はいはいはい、なんか作る時のテクニックみたいなのある。まあなんか身も蓋もないこと言っていいですか。まずはちゃんと説明書を読むこと。おマジでこれ重要です。名言出たよ今日の。説明書にこう、うん、何センチぐらい刺しあの、はいはいはい、使いますみたいな感じで書いてあったり、はいはいはい、ちゃんとこの奥まで差し込んでこう、うん、グイッとこうやってくださいみたいな書いてあるんですよ、うんうんうん、で僕の中でこれ結構重要だなって、まあ、あのパッチケーブルを作るとその、うん、ケーブルちょっと短くなったりあ思った以上に長くなったりっていうのが予測つかない部分あるじゃないですか。それをちょっと試しでいいんで、うん、少しやあの一本先ちょ作ってみて、うん、やってみてあどれだけケーブル食い込むんだなっていうのとかハンダでやるようなスイッチクラフトとかのケーブルにしてもちゃんと被膜向いたらどれだけ削れるんだなケーブルの長さっていうのはメモしといた方がいいです。なるほど。自分の中で、まあ、つまり説明書読めってことです。説明書読む。そうちゃんと。あとね僕気をつけてる時はもう、はいはい、ハサミでこうギャッて切らない、はいはい、ハサミで切るとどうしてもこのハサミのこの力でこう楕円になって切り終わる。あなるほど。のでカッターとかでこう綺麗にこう切るとその円が維持された状態で断面がこうできるので。確かにさっき言った長さの話でもハサミで切ると結構アバウトになるんですね、うん、なんでカッターでちゃんと上下を置いてコリコリコリってやるとぴったりみたいになるんです。最後がミディです、うん、あミディ俺それ聞きたかってんや。ミディなかったらどうしようかなと思ってたよ。ありますか。ミディミディミディってミディです。もうこのクラスのボードになると、うん、ミディの機器だけで何個あるか分かります。えはい数えます。はいじゃあちょっと、こうスイッチャー入れてスイッチャーはじゃあなしで。スイッチャーなしで、はい、EQ で1、はい、そっちのあのあれこれこれで1フューチャーインパクトフューチャーインパクトで1、はい、2ですね。で HX ストンプで3。えそんなもん。実はもう一つある。もう一つ、はい、このここの NSSP って書いてるロゴが出てる。本当だ。ライブとかで例えばいろんな楽曲やる方用にこれ用意してあるんですけど、これねフリーザトーさんが割と最近出された素敵な製品ですけど、はい、これで4つあるんですよ、うん、で4つって結構多いじゃないですか、ね、4つって結構だ。であの今のミディ機器って一応はいはいはい、あすいませんで今のミディ機器って、うん、あのスルー端子が一応ついてるんで、はい、直列につなぐこともできるんですよね、はい、一応、はいはい、ただ精神衛生上例えばあの、うん、踏んだ時にミディの仕組みって例えばこの
バンク番号割り当てて、はい、こいつが送った信号で変えるってできるじゃないですか、うん、俺への信号か俺じゃない信号かっていうのをあのみんなねバンクでそう、はい、例えばまあ極論で言うとここは1から3に反応して、うん、ここは4から6、7から9、10から15みたいな形で反応するのを送って、うんまあ、15送ればもう例えば直列にしててもこうスルスルスルしてこいつだけ15を拾うとか、はい、行き着きますね一番最終的には そう、はいまあ、それが右の仕組みなんですけど、うん、で直列にしてもまあ物理的には動くんですよ、うん、ただ例えば、うんまあ、ライブの時にこう踏んで、うん、ちょっとレイテンシーがあったら嫌じゃないですか、はい、レイテンシーちょっと遅れね踏んでから変わるまでの時間っていうのもありますしあとミディ信号自体もやっぱ劣化していくんですよ ね、 そうですねやっぱりこういろいろ経由したり距離があるとね劣化しますねなので、まあ、今回ちょっとこのフリーザトーンさんの製品をつないでちゃんとミディも、うん、これねそう気を使って信号をちょっと分岐してるっていうのは一つこだわりですね、うん、なるほど信号もここで一回強くなるし強くなるし、なんかすごいぐるぐる回ってきたわけじゃなく割とすぐやってくるケーブルの取り回しだけ美的なところだけ見るんじゃなくて、うん、ちゃんと機能のところにも、うん、とか仕組みのところにも目を目配せしながら作ると、うん、機能的なボードになっていいかなと思います。なるほどなるほどこだわってますなそうですねこだわってますなもちろんですもう僕はもうたくさんティップスを聞けて超お腹いっぱいなんですけども、はい、今日ちょっとあちらに鍋さんこのボードの持ち主である鍋さんがちょっといらっしゃいますので、はいちょっともう呼んじゃってもいいかな北野くんに承認を得るっていういやあナメさんちょっとぜひもういいですよあいらしてくださいナメさんですはい渡辺です渡辺康之さんですもう MSSP 大いやいやいやなんていうのもう大盛り上がりです大盛り上がり大盛り上がりありがとうございます、はい、いやどうでしたなんかちょっと今日ナメさんのボードをこうやって紹介させてもらってたんですけど、ね、なんていうのかなもう自分のボードじゃないみたいなねいやそんなことやってたんだと8ケーブル一つにしてもねそういう答えがあるんだろうとそうそうそれこそジャンクションボックスのシールー、はいはいはい知らなかったです、ね、今知らなかったんや確かに最後まで言ってはいなかったそうそう知らんかったやられたこだわったのに気づかれてないって、ねじゃあお伝えできてよかったですね。いや本当にありがとうございます。こんな素敵なボードを、ね、作っていただいて。ナミさんどうでしたか、うん、これ使ってて現場で。いややっぱ素晴らしいですね。なんかそれまでって、うん、本当にまあ自分で組んだこの半分もないかな3分の1ぐらいのボードに稼働が多かった、うん、MSP の現場だと、うんまあ、コンプと歪みが2種類ぐらいかな、うん、あとまあチューナーなりボリュームペダルがちょっとあったりとかすれば大丈夫だったんですけど、うんまあ、それでも結構ギッチギチになってきて、うん、無理やり詰め込んでるみたいなと割とそのホールだったりそれこそアリーナとかだと、はい、結構こうセットもすごい、うんLED もすごいイコールノイズ環境がすごいんですよ、はい、ノイズで特に僕がいる下手のベースのどこの裏側に実は映像関係だったり、はい、いろんなものの電源が入ってあったりして、はい、まあちょっとトラブルになることが、うんうんうん、ゲネは大丈夫なので本番急にノイズになるみたいな、うん、なんだこれみたいなそうそうなんです、はい、できる限りリスクは抑えたいとか、うん、いい加減作りたいなっていう話を、まあ、それこそユンジ君には何回かさせていただいててあ、そうですね、ご相談いただいて、うん、で僕がすごいやついるからそうだ僕がパス出したよそうだそういえばその話ねそうやんけどそう滋賀にすごいやついますってそうでそういうこと北田君ももうキックになったりとかそうだ、ね、他の周りの方もお世話になってたんで、うん、ぜひお願いできるんだったら、はい、行って、コミュニケーション取ってる間にどんどんサイズが大きなりあれも入れちゃいましょうあれも入れちゃいましょうって2人でやるからいや最初は結構そのねライブで使うぐらいでいいかってなったんですけど、うん、これぐらいかなみたいなまあやっぱ今後ね何かこうレコーディングとか、うんまあ、あの他の現場だったりとかねいろいろ今井さんからも来たじゃないですかこれ何でもできるなこのボードってもう空間もあるし、うんね、いやこれは楽しいもう夢が詰まってる要塞ですよ要塞男の要塞です隠れ家ですはい、まあ今日はねこんな感じでちょっとボードをこうやってご紹介させていただきましたのでなんかね皆さんもぜひ自分たちがこうワクワクするボード組みたいっていう時にぜひ今日北田くんがこう語ってくれた豆知識的なのも意識しながら、はい、ボード組んでもらえればいいんじゃないかなと思いますはいそれじゃあもう今日は本当にどうもなべさんこんな素敵なスタジオいやいや今日はありがとうございますありがとうございましたもう北田くんもありがとうございましたそれでは皆さんまたの動画でありがとうございました